皆さんこんにちは、月刊エスパー小林の7月号、はい、今月の先生よろしくお願いいたします。はい、今月の都内健康パスポ行きたいんですけれども、はい、今月号からちょっと今までとは思考を変えて、はい、なんと東京都23区先生と一個ずつしらみつぶしに潰していこうということで、こちらの地図でね、先生にちょっと探してもらったんですけど、まずは東の端っこから行こうということで、江戸川区、今月から都内のパワースポは23区バージョンをやろうと思いまして、先生に見てもらったら東の端っこからやろうということで、今回江戸川区をクローズアップしました。で、先生に当たりでバーって丸つけてもらったところから、まず今回パワースポで見つけたところが、この馬頭観音っていう、たまたま丸つけたところに観音様があったっていうのでびっくりしたんですけども、ここなんですけれども、はい、先生ここパッて来て丸つけたところにたまたまこれがあるって、さすがに、はい、あ、たまたまじゃないです。あったからさ、回るつけた。地図に書いてないのになんでこれがあるみたいな。どうですか、これ来てみて、やっぱ、はい、ね、大穴、大穴、こっち、え、どっち、こっち、こっち、大穴、こっち、え、冗談ない、大穴。すごい、すごい、すごい、こっち、ここだ。あ、でもあっちは感じます、終わりました。ここら辺すごいです。いそうだな。え、神様。先生、次のスポットなんですけど、はい、ここなんか二枚神社ってあるんですけど、はい、ちょっと奥にお寺もあるそうなので、寺の方だったの。そう、ちょっと行ってみます。ここでもなんか趣味として良さげなんですけど、なさそうな。ごめん、あんまない。こっちの感じるから。嬉しい。結構先生、神社は結構いっぱいありそうな感じですね。ああ、ここありますね。でも、あの、言われは何にも分かんないです。意外。全く期待してなかった、意外。ああ、面白い。こっち、この辺から来るもんね。ここちょっと分かりにくい場所なんですけれども、なんかすごい強いらしくて、あ、これ強い、あら、もったいない、誰も来てない。来ない来ないよな。どんな感じであれなんですか。ただ今日先生、丸つけたところを どこら辺なんだろうということで調べたら、全部神社があったり祠があったり、あのちっちゃな、はい、びっくりしましたね。なる大穴だね。ですよね。あれ先生本気で教えたくなかったですもんね。